田舎の情景チャンネルへようこそ。ここは日本海、海沿いの景色に癒される。しかし冬ともなれば、その荒波と強風はなかなか人を寄せつけなかった。その中でも人々はここで暮らすことを選んだ。まるで竹ぼうきで家の周りをぐるりと取り囲んだような不思議な街並み。初めて見る目には異郷の地に迷い込んだかのような、あるいは秘密基地のような、中がどうなっているのか無性に気になる。日本海の荒波と強風に育てられた間垣の里。石川県輪島市の海沿いの小さな集落、間垣の里を旅します。訪れたのは真夏の盛り、観光にはいい季節である。しかしここは冬ともなれば容易に観光客を寄せつけない。日本海の荒波と強風は人々との共生を拒み続けてきた。それでも人々はここでの暮らしを選んだ。その集落はまるで竹ぼうきで家の周りをぐるりと取り囲んだ秘密基地のような不思議な光景である。日本海から吹きつける強風から家や人を守るために必然的に作られた。冬は暖かく、夏は日差しを遮るためとても涼しいという。厳しい自然と共存してきた先人たちの生活の知恵がもたらしたものです。
ご視聴ありがとうございました。